今日はスピランコースをお届けしまくる。あれ、またタックマンさんのコースか？別の日に撮影したんだけど、うっかりしちゃってました。安定の開幕即死。撮影した後に続いちゃってるって気づいたんだけど、まあいいかってなっちゃってね。実際コースはとても良かったからな。10秒でクリアできる、とっても短いスピランコースなんだね。その分、タイミングは結構シビアに作られてるみたいなんだぜ。最初のスピンジャンプ、小さく早く決めていかないと砲弾に追いつけないよ。こんなとこでミスしてるんじゃタイミング関係ないね。確かにタイミング関係ないな。小さく早くスピンからの、トゲに注意しながら3段ジャンプ。スタートダッシュが遅いとここで置いていかれちゃうからね。素早く壁キックしたら、また3段ジャンプ。あとは、うまく塔をグラトに当ててやれば OK だよ。マリオタイム。タックマンさんのコース結構もふいけど、これからも頑張ってクリアしていきます。連続投稿だけには気をつけないとな。お次も、スピランをやっていくる。半自動も楽しめる、なんだか凄そうなコースなんだぜ。ものすごい数のトゲコンボを横目で確認しながら、3段ジャンプ、そしてやられます。定番のパターンだね。最初のハテナブロック、コンボで隠れてるから少し見えにくいんだぜ。ここでもまた3段ジャンプ。今日のマリオメーカーで、一体何回3段ジャンプって言ってるんだろう？動画始まってからまだ95秒なのに、かなりいってるよね。壁キックでタイミング調整をしながら、連続で3段ジャンプを決めていくんだぜ。ちょっとタイミング間違えたかな？でも、かなり進めたね。さて、それじゃあ今日はサクッとクリアしていくんだぜ。今のところ、タイミングによってはぶつかっちゃうこともあるから要注意だよ。ガラガラと物が落ちてくる効果音とかで、足場が見えなくなりやすいから、しっかりと集中してルートを確認していこうね。あと、あんまり早く行きすぎるとコンボが引っ込む前に当たってしまうから、壁キックでタイミングをずらすときも、焦りすぎないことが大切っていう感じがしたんだぜ。この先は一マス壁キックもあるから、今まで以上にルート確認はしっかりとね。最後はまた3段ジャンプでかっこよく決めていくよ。すごいコースだったね。いやー、スピランもいろいろとやってきたけど、これだけ大迫力なスピランは、初めてだったんだぜ。最後に、半自動コースをご覧いただいて今日は短いけど終わりにするね。次回は、あなたのコースにくるくるくる。ちょっとだけ最後におまけあるよ。いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。正直最初は10回続けばいいなぁなんて思ってましたが、皆様のおかげでここまで続けてこられました。本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。マリオメーカーもそろそろ100回が視野に入ってきました。つきましては、何か記念動画を作れればいいなぁと思っています。まだ確定ではないですが、シャバンあたりが鉄板かなぁというところです。その他にも、もしご質問とかあれば、その場でお返事していきたいと思いますので、ぜひご質問をお寄せください。それではこれからも頑張っていきますので、くるくるくるを、どうぞよろしくお願いいたします。霊夢、陽夢、うぷなし力を合わせて頑張ります。